品川市長は記者会見で、作家の古川英夫さんを郡山市フロンティア大使に委嘱することを発表しました。小説家、劇作家として活躍する古川英夫さんは、郡山市生まれの56歳。最近では、古川さんの小説、平家物語、犬王の巻がアニメ映画化され、高評価を受けました。郡山市では、市政に提言などを行うフロンティア大使に、各界で活躍する人たちを委嘱していて、品川市長は、自身の経験から発信していただきたいと古川さんに期待しました。会見では自殺予防対策としてオンライン相談心ぼの運用開始も発表されました。主に市内に在住または通勤通学する人が無料で利用でき、スマートフォンで悩みなどについて相談できます。詳しくは郡山市のウェブサイトをご覧ください。子どもたちに自主的に学ぶ楽しさを知ってもらう寺子屋郡山が開校しました。今年度で10年目を迎える寺子屋郡山は、小学生から中学3年生までが対象で無料で受講できます。開校式で品川市長は、勉強が嫌になった時こそ教科書を読んでくださいとアドバイスしました。今年度の第1期は7月8日まで毎週土曜日に開講されます。子どもたちは好きな教科を自主的に学習し、講師を務める元教員などのボランティアにわからないところを質問します。特に英語がですね、だんだん成績が上がってきたので、今まで何言ってか分からなかったんですけど、ちょっとずつ分かるようになってきました。次回は9月2日開校予定で、来月14日から申し込みを受け付けます。詳しくは教育委員会の学校教育推進課にお問い合わせください。湖南町で親子で野菜作りを体験するイベントが開かれました。親子で野菜作りは、少年湖畔の村が自然の中で野菜作りを体験しながら、家族の思い出を作ってもらおうと去年から開いています。この日は8組25人の家族が参加してかぼちゃの苗を植えました。いくよ、せーの。じゃあ土入れて、土お家に帰って食べれるのかなって。出来上がったら食べれるよ。なんか一生懸命お世話しよう。育った時に美味しいかぼちゃがなってると嬉しい。自分の家ではなかなかこう野菜を作るっていうのが大変で、ちょっとそういう機会もなかったので、いい機会になればと思って参加しました。植えたのは西洋かぼちゃの一種の赤かぼちゃという品種で、甘みが強いのが特徴だということです。参加者は7月に草取りを行い、9月に収穫します。